バイオミカオルは、中華民国時代に、大見地方を支配した海賊の軍閥、馬屋軍の長の一人、姉海軍を結成した馬キノコ、大見王と呼ばれた。エジプトナギーブ大統領と1936年、小海石の命を受けた、マホカオルは、アニマホアウと共に、監宿の馬中への残部、姉カの馬広し王子、場広し品の部隊の支援を受け、 中国共産党の支配権を拡大しようと工賀を渡った朝国党が率いる2万1800人の皇軍の殲滅に成功した。1938年、中国国民党の支持を取り付けたマホカ帆薫は、オジのバリンを追い落とし、青海省の主席となり、名実ともに大見地方の支配者となった。軍事力と政治力を主中にしたマホカ帆薫は、 中国共産党に敗れる1949年まで大見地方を支配した。同時期に自分たちの縄張りで老いの場中へと張り合いたくなかった、魔法、薫、魔法青、馬広氏王子、馬広氏貧たちは、場中へに、監宿、新教など他地域で発展することを勧めそれを支援した。また、宗派では、サラフィー主義を信奉するサラフィーや派を一旦として弾圧し、 イフワン派を優遇し、ウイグル族による東トルキスタン独立運動には一貫して反対した。1949年8月、マホ・カオルは法徳会に引きられた中国人民解放軍に敗れ、監縮の省と乱州を占領され、マホ・カオルはまず重慶、そして香港に逃亡した。10月、小介石に西北部に戻り、 中国人民解放軍と交戦を続けるように促されたマホ・カオルはメッカ巡礼の名のもとに親族や部下200人余りを引き連れサウジアラビアに逃走した。1950年、マホ・カオルは賄賂を使いパスポートを手に入れエジプトに移動した。1957年、エジプトと中華人民共和国の間に国交が成立すると マホカオルは中華民国駐在大使としてサウジアラビアに赴任した。1961年、名を即室にしたことが露見してスキャンダルとなり大使を辞任させられた。中華民国からの刑罰を避けたかったマホカオルは台湾に戻らずにサウジアラビア市民となり、1975年に死去するまでサウジアラビアに滞在した。マホカオルは 数多くの側室を持ったが、息子は彼の軍で指揮官となった馬継ぎ園の一人しかいなかった。ありがとうございます。